あ、どうも、さがらごーちです。今ですね、Amazon プライム感謝祭セール開催されておりますけれども、今回のセール対象商品たくさん購入しておりますので、開封しながらですね、皆さんにご紹介できたらと思います。プライム感謝祭はですね、10月17日から18日が先行セール、そして19日20日23時59分までが本番のセールとなっておりますけれども、私が買った製品ですね、ほとんど2000円未満で、高くてもセール期間中2000円台ぐらいで購入できる商品たくさん購入しておりますので、ぜひですね、セールで買うものの参考にしてみてください。紹介する商品はですね、私の Amazon ストアフロントというページがございまして、このページから、一覧でね、見ることをできるんですけれども、正直このページ見てしまえば今日の動画ですね、全て内容を抑えることはできますが、ぜひですね、実物をこれからお見せしますので、最後まで見て参考にしていただけると嬉しいです。いろいろセール商品探しながらラジオ感覚とかで楽しんでいただけると嬉しいです。今回実はですね、こんな大きい段ボールに、全部入って届きました。全部で12個商品購入しておりますので、これから紹介していきます。早速行きましょう。まず、一つ目、こちらですね。めくりやすい粘着テープでございます。返信なんですけれども、全部で、6本セットになっておりましてですね。私、家にちょっと猫がいますので、猫の毛を取るためにね、たくさんコロコロ使うんですけれども、とってもめくりやすい返信です。他の製品とかもたくさん購入していたんですが、ちょっとコスパがね、とても良さそうということで購入してみました。このようにですね、ちょっと、めくれた感じになってまして、とてもですね、切れ目を見つけやすいですと。で、これを、下に引っ張るだけで、実はこんな感じ、簡単にですね、次のね、シートを使うことができるようになります。そして、次使う時もですね、このように三角形の頂点の部分、簡単に見つけられてめくれますので、本当にストレスなくシートを変えることができます。もう粘着力もですね、かなりありまして、ストレスがないというところも相まって、とてもですね、コスパが良い返信なのではと思っております。ベリベリっとね、剥がすタイプあると思いますけれども、こちらですね、スルッと引っ張るだけで簡単にめくれてくれますので、コロコロのシート変えるストレスを抱えている方、ぜひですね、こちら買ってみてください。続いて、こちらスコッチブライトお風呂用スポンジでございますけれども、これはですね、半年前に引っ越してから、特に愛用してるんですけれども、2個セットでございました。まず、こんな感じ、穴が開いてますので、タオルバーとかに引っ掛けて使うことができます。そして、両面ですね、浴槽を傷つけず、かつですね、しっかり汚れを落とす絶妙な硬さに調整されておりましてですね、とても使いやすいです。そして真ん中部分はですね、とても泡立ちやすい設計になっておりまして、かつこの丸みを帯びた形状のおかげで、浴槽のこの隅の部分ですよね、とても掃除がしやすくなっております。本当にへたらなくてですね、とても長持ちしてくれるんですけれども、お風呂掃除用のスポンジとしてですね、一つ持っておくのがおすすめです。タオルバーに引っ掛けられると、床に置いておくよりもですね、格段に乾燥しやすくなりますので、こういったものおすすめでございます。そして、続いてですね、私大好きですけど、このタオル研究所のタオルでございますが、ミニバスタオルというサイズでございます。そして品番は001という、標準なタイプを購入してみました。こんな感じで、5枚セットとなっておりますけれども、タオル研究所のバスタオル、本当にコスパが良いバスタオルで、Amazon の評価もとても高い製品です。で、今回購入したこの001という品番なんですけれども、他にもですね、複数種類がありまして、今まで003とか005とか使ってたんですが、この001はですね、結構サラッとした肌触りで、いろんな品番ある中でも標準的な、ボリューム感でございます。これでもね、少し柔らかく感じるし、とても吸水性高そうですので、これからこちら使っていきますけれども、このミニバスタオルというサイズ感ですよね、これが私大好きでして、肩ね、男性でもこうやって一回りできるぐらいのサイズ感なので、大きいバスタオルとか、使ってらっしゃる方、結構すぐ洗濯機いっぱいになっちゃうんじゃないかなと思いますが、このサイズでこと足りる方であれば、洗濯槽の容量取らずに済みますし、もちろん乾燥も早いということで、このサイズで足りてしまう方はですね、ぜひミニバスタオル、おすすめでございます。カラー展開も豊富にありましてですね、ご自宅のインテリアだったりとか、お好みの色から選ぶことができます。とにかくコスパがいいバスタオルですので、ぜひタオルの買い替え検討していた方は購入してみてください。他にももちろんバスタオルですとか、フェイスタオルのサイズなど展開されております。そして続いて、この一輪挿しみたいなですね、球体でございますが、ティッシュケースホルダーでございます。本当に花をですね、刺すような花瓶みたいな形状でございますけれども、球体で可愛らしいですが、これですね、中を開けますと、このように筒状の芯が入っております。これをですね、ティッシュの場合はこのままセットしておいて、そして、ティッシュペーパーですね、ボックスティッシュから何枚か取り出してですね、結
構容量は入りますけれども、このままここにですね、折りたたんでセットします。そして、1枚ですねちょっと立つようにしておいて、こんな感じでですね蓋を閉めますと、このように、ティッシュ簡単にですね、取り出すことができるようになります。これもう本当に球体デザインで可愛らしくて、かつですねボックスティッシュこのぐらい幅は取ると思いますけれども、まあ、そこよりも幅取らずに、まあ、正直縦の面積はね、結構取りますけれども、置いててもですねなんか可愛らしくてオブジェみたいでインテリアにしっかり馴染んでくれるんじゃないかなと思います。そして、こちらですね、これなんか見覚えある方いらっしゃると思いますが、これはいトイレットペーパーもですね実はセットできます。こんな感じでセットしてちょうどいいサイズ感ですね、まあ、ぴったり収まりますと。そして、このようにですねセットすればお好みの長さでですねカットして、まあ、使うこともできるようになります。そしてなんとこちら、カラーが20色展開でございましてですね、お好きな色から、選びやすいというのもポイントです。まあ、正直、こちらですね質感に関してはちょっとマット状でですね表面見た目は高級感あるんですけど、触った時はですねちょっとプラスチック感はあるかなと思います。まあ、ただ置いてたらね、正直わかんないですし、見た目は丁寧な作りかなと思います。むしろ瓶とかで、まあ、落としたら割れるようなものよりはこういった素材の方がいいのかもしれないです。では、続いてがですねこちら保湿アイテムなんですが、ニュートロジーナのボディクリームでございます。これがですね顔体、どちらにも使えますが超乾燥敏感肌用ということで、まあ、私冬になると本当に肌ガサガサになってしまうので、ニュートロジーナのね保湿アイテム毎年使ってるんですが、気に入ってるポイントとしてはすごく保湿力が高いのにベタつきにくいというところですね。なので仕事中キーボードとかマウス触るときちょっとベタついてると気になってしまうんですけれども、それをニュートロジーナの保湿アイテムだと感じにくいので毎年愛用してます。まあ、手に取るとテクスチャーこんな感じ、すごくですねしっとり、これをですね、まあ、手に塗っていきますと、まあ、本当にですねちょっとサラッとした、質感なんですよね。まあ、ちょっと塗りすぎはね注意かもしれませんが、不思議なものでね、ベターっとなんかちょっとこう手を合わせたらくっついてしまうみたいな感覚が他のものに比べて、少ないなと感じるんですね。それでいて私はすごく保湿力を感じますので、特に夜寝る前とかですかね、愛用してるんですけれども、これからね冬場乾燥する時期になりますが、お肌の乾燥とか気になる方はぜひですねこちら試してみてください。そして、続いてこちらですね、私のチャンネルではずっと紹介しておりましたがすごい鏡磨きです。まあ、こちらもタオルバーにね引っ掛けられる穴が開いておりますけれども、ここにですねシートが付いておりまして、替えシートは2枚付属しておりますが、このようにマジックテープで、くっつけるタイプでございます。表面を濡らして鏡の汚れた部分をですね擦るだけで簡単に汚れを落とすことができます。まあ、水垢とかね鏡つきやすいと思いますけれども、さっと一拭きするだけで本当に落ちます。ただ強く擦りすぎると鏡をね傷つける恐れもあるかなと思いますので、使用するときは、ぜひ注意して使ってみてください。ただ、本当に水垢とか落ちやすくてですね、私は気に入って使ってます。ちょっと新居にしてから実は買ってなかったので、最近鏡の汚れちょっと気になるなということで、購入しました。そして、続いてがこちらでございます。これなんとですね、まあお湯を沸かさずとも電子レンジだけで簡単にゆで卵が作れてしまう製品なんですが、こんな感じ、中を開けますとですね卵をセットする穴が2つ開いてるんですけれども、下に、水を少量入れて卵を2つセットしてですね蓋を閉めて電子レンジ7分、そしてその後ですね7分放置するということで、まあ、合計17分でゆで卵完成という製品です。まあ、温める分数によって半熟ですとか固ゆでですとか、まあ、調整がしやすいのもそうですし、お湯を沸かす手間がね本当にないというのがいいところですね。これ今2個だけ作れるタイプですけれども、2個3個4個7個と作る個数によってラインナップもね展開されておりますので、サラダとかにゆで卵入れるとか、あとゆで卵ね結構食べるよっていう方はですねぜひこちらも楽なので使ってみてください。そして、続いてがですね、まあ、セット商品なんですけれども、超軽量ドライバッグセットということでですね、この中にまあ物を入れてこんな感じでまあ口を閉じますとですね簡単にこう防水バッグとして、使用できるものです。何かこう濡れたもの、水着だったりとかマリンウェアですね、まあそういったものを入れたりとか、逆にこの中に入れて濡らしたくないものですね、それを入れておくっていうのも防水性能を発揮してくれて便利かなと思います。まずこちらが2リットルのタイプで、4リットルそれから8リットルと合計3つのサイズセットになってるんですけども、本当に軽くてですねこうやってコンパクトにしてカバンに忍ばせておくのがベストな使い方かなと思いますけれども、この2リットルのもので重さがね 26g しかないんですよね。私カメラとかその他機材、まあ、PC もそうですけれども電子機器持ち歩くことが多くて、リュックがですね、まあ、撥水だとはいえ結構中身心配だったりするんですよね。急に雨が降った時とか、特に旅行とか行った時とかですね、傘差してはいるけれども後ろのリュック大丈夫かなとか心配になって歩くことが多いんですが、まあ、こういうですね、まあ、カバーに入れて持ち歩いたりしますけれども、そういった電子機器の類をですね逆にまあこうやって入れてしまって、こうやって口を閉じておけばですねもう完全にこう防水機能をね果たしてくれるということで、安
心してしまっておけるということでこちらを購入しました。まあ、1個リュックに忍ばせておくだけで安心感が違うなということで、同じようなね方はですねこういったものを入れておくといいんじゃないかなと思います。まあ、もちろんビニール袋とかでね、代用はできてしまうと思うんですけれども、ビニール袋だとバシャバシャっとね、リュックの中で音が鳴っちゃったりとか不格好だったりとか、まあいろんな問題はあると思うので、耐久性の観点でも、こちら買っておくといいんじゃないかなと思います。ちなみにこの4リットルのサイズに14インチの MacBook Pro、 ちょうど収まるんですけど、ちょっと残念ながら口は閉じられなくて、代わりにですねこの8リットルのサイズにはこう余裕で収まって、口を閉じてしまえば、まあ、PC もですねしっかりと雨から守ることができるかなと思いますので、まあ、ちょっと急な雨とかにはですね、まあ、こんな感じで対応していこうかなと思います。こうやって持つ時もですね耐久性しっかりしてるんで割と安心かなと思いますが、これをリュックの中に入れてしっかり雨を防いでいきたいなと思います。ちなみにこういった、ショルダーストラップもついておりますので、まあワンショルダーでですねこんな感じで、つけておいて、下の部分にもですねこのようにカラビナを引っ掛けられる部分ありますので、こうしてですね、まあ、防水リュックみたいな感じで、まあ、水場でもこんな感じで、楽に背負っておくことができます。そして、続いてがこちらです。これ、日傘なんですけれども、自動開閉式折りたたみの日傘でございます。まあ、このようなですねちょっと質のいいケースに入ってまして、これなんとですねちょっと色によって重さ違うんですが、一番重くても 199g しかないんですね。いやめちゃくちゃ軽いです。まあ、それでいてですねこちらボタンを押しますとこんな感じ、自動開閉でございまして、簡単にですね傘を差すことができます。そして使い終わったらもちろんこのようにですね軽い力で閉じることができます。そして結構こういう傘でありがちなのが、ここ閉めるとき強い力が必要という感じですが、まあ、比較的軽い力で閉じることができるかなと思います。まあ、正直似たようなものを最近購入して持ってたんですけども、それよりも正直安くて、軽いということで購入してみたんですが、見た感じそんなにチープな感じもしませんし、しっかり機能してくれるかなと思います。こちらはですね、晴れ雨兼用でございますので、急な雨にも対応できる折りたたみ傘でございます。まあ、1個カバンに忍ばせておこうかなと思って購入したんですけれども、ぜひ折りたたみ自動開閉式で日傘にもなるものを探していたよという方はですねこちら購入してみてください。カラー展開も豊富なので、いろんなタイプから選ぶことができます。そして、続いてこちらですね、酵素洗顔パウダーでございますけれども、これは旅行とかでね特におすすめですが、この中にですねまあちょっとお菓子みたいですけど個包装となっておりましてですね、中に粉が入っているんですが、粉ではありますがしっかり泡立ってくれて、洗浄力も、私個人の感想ですが高いと思います。これですねまあちっちゃいので洗顔料のでかい容器をね、持って旅行に行くっていう必要がないのがすごくいいところです。で一回使い切りなので宿泊数に合わせて持っていきやすいですし、荷物にならまず捨てて帰れるのですごくいいなと思ってます。旅行もそうですが、まあ、銭湯だったりとかサウナよく行くよという方もですねこれ1個持っていけば帰りは荷物になりませんのですごくおすすめです。まあ、個人的には泡立てネットとかいらないのもいいポイントです。そして、続いてこちらですね、ヘインズのパックティーでございますけれども、まあ、1枚あたりですね、まあ、1000円台ぐらいで購入はできるんですが、これはですね、まあ、2枚セットのタイプで購入しました。これ本当に私大好きでですね、家にいる時、まあ、ほとんどこの T シャツをね、夏場特に着ているんですけども、かなり、肉厚な素材が使われておりまして、白い色とかでもですね透けにくい素材感かなと思います。私は XL サイズで大きめに着るのが好きなんですが、もちろん普段着としてね外に着ていく T シャツとしても品質が高いものになりますので、こちらはですねもうリピート買い毎年しちゃってます。で今年も実は買ってたんですけれども、やっぱりもうちょっと欲しいなということで、買いいたしました。やっぱこうやって改めて見るとですね、ちょっとオーバーサイズに着られてすごく滑らかな肌触りでですね、これ実はですねこの側面なんですけど丸胴といって、ここに縫い目がなくて肌に当たっても気持ちいいような作りとなっております。そして、続いてこちらですね、まあ、豆乳なんですけど、これねセットでこういう重たい商品もですねセールの時に買いだめしておくのは結構おすすめですが、私ここ半年でもかなり自炊するようになったんですが、豆乳を使ったソースで、パスタを食べたりとかですね、あとは、コーヒーに豆乳混ぜてですねちょっとラテ作ったりとか、なんかいろいろ豆乳ベースに何かすることが増えてですね結構実は買ってたんですね。まあ、こんな感じでですねちっちゃいサイズでセットになってるものもありますが、1リットルとかで、大きめのですねサイズのセットもございます。まあ、一緒に購入したのが、まあ、こちらですね、ちょっとセットになってるんですけれども、こちら、まあ、早茹で、まあ、3分でね、茹で上がってかつ高タンパク質タイプで、これとセットで、よく調理してます。まあ、今まで結構ですねお昼ジャンクフード食べたりとか菓子パン食べたりとかですね割と健康度外視のものをたくさん食べてたんですけど、いよいよね30歳になるということでちょっと自炊もね始めておかないとなと思いまして、まずは簡単なものからということで結構パスタ作ったりしてます。でかつタンパク質ね、なかなか今まで取れていなかったので、こういう高タンパクのですねパスタを使って、調理したりしてます。
ということで今日はですね、Amazon プライム感謝祭でセール対象となっている製品、購入したものをご紹介したんですけれども、冒頭申しました通り Amazon ストアフロントのページに全て商品掲載しておりますので、気になるものがあったらそちらからチェックしてみてください。 Amazon プライム感謝祭は10月20日の23時59分まで開催されておりまして、ぜひ買い逃しがないようにですね、私の動画も参考に買い物をしてみてください。普段はこういった便利グッズですとかガジェットなどをご紹介しておりますので、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。皆さんが見つけたセール商品ですとか便利グッズですね、ぜひコメント欄で教えてください。コメントは全て目を通しておりますので、私もいつも参考になっております。こういった動画撮影の励みにもなりますので、ぜひコメントお待ちしております。それではお時間ありがとうございました。